ビトリア空港は、スペインバスク自治州、アラバ県、ビトリアガステース近郊にある空港。バスク語では、ガステース空港や、ガステースフォーロンダ空港。ビトリアガステースの島一から 8km の距離にある。バスク自治州にある3空港の中では、最長の 3500m の滑走路を持つ。2013年の旅客数は6912人だった。ビトリアガステースと、 空港周辺の長官図2005年にはライアンウェアーがイギリスのロンドンスタンステッド空港との間に毎日運航を開始し、数年後にはアイルランドのダブリン空港との間に定期運航を開始した。ロンドン便には15ヶ月で11万人の乗客があり、ダブリン便には9ヶ月で2万1000人の乗客があったが、ライアンウェアーは2007年10月に両弁の運航を休止した。 2012年10月には、マラガを本拠地とする地域航空会社のヘディット・ライネア・エレアスが、バルセロナ・エル・プラット空港への定期便の運航を開始したが、2013年1月に運航を休止して、ビトリア空港の旅客定期便の設定がなくなった。2014年夏には、イベリア航空が、バレアレス諸島のパルマデ・マヨルカ空港、メノルカ空港、イビサ空港に、 季節運行便を設定し、2014年10月にはニューヨークのジョン F ケネディ国際空港に季節運行便を設定した。ニューヨーク便はバスク地方の各空港から大西洋を横断する初の便である。ありがとうございます。